ジのロックミーツザライジングサン。ここ LA のスタジオから衛星中継でお送りしています、ロック藤山。ゲストには日本から東貴博さんがお越しいただきました、はい、日本からやってまいりました東貴博です。今回もこんなにエアメールがたくさん届いてますよ。一つ紹介します。日本は今梅雨という雨が多い時期ですが、その雨にちなんだ曲、水色の雨は全くロックに聞こえませんっていうことなんですが、これはロックには聞こえないですよね。水色これはモロロックだよこれ。八神純子さんってそんなロックなイメージないよね。どっちかというとこれなんかちょっとラテンのフレーバー、ね、そうラテンの感じが。いや、どう切ってもどう切ってもロックだよこれは、どう切ってもだってほらメロディこうロックじゃん。いやロックじゃない、ロックみたいで低くなるでしょ。もうがっかりしてるよ。がっかり、誰もなんか見かけない。全員反対の顔してるよ。ラーテラーテラーテ。ドゥービー・ブラザーズとかあのエリック・クラプトンの超ヒッピーロックの感じだよ。あのウッドストックに出てきそうな。ウッドストック、そう、弾けばあの。全然違うよ。オッケーオッケーオッケー。じゃあ弾きましょうか。あの、うん、手伝ってくれる？オッケーオッケー、うん、やりましょうか。そうだね、手伝わないでここにいたら何してんだろう。ライジングサンライズ、ウエストコーストに水色の雨が降る。水色の雨がロックって気づいてなかったら自分に恥ずかしい。これできないモノマネをするぐらい恥ずかしいよ。クリーム紹介します。日本は今梅雨という雨が多い時期ですが、その雨にちなんだ曲、水色の雨は全くロックに聞こえませんっていうことなんですが、これはロックには聞こえないですよね。水色これはモロロックだよこれ。
八神純子さんってそんなロックなイメージないよね。どっちかってこれなんかちょっとラテンのフレーバー。そうそうそう、ラテンの感じが。いや、どう切ってもどう切ってもロックだよ、これは。どう切っても、だってほら、メロディじゃん。いや、ロックじゃない、ロックみたいに低がるでしょ。もうがっかりしてるよ。がっかり、誰もなんか見かけない。全員反対の顔してるよ。ラーテドゥービー・ブラザーズとか、あのエリック・クラプトンの超ヒッピーロックの感じだよ。あのウッドストックに出てきそうな。ウッドストック、そう、ヒーケバーナ。全然違うじゃん。全然違う。オッケーオッケーオッケー。じゃあ行きましょうか。手伝ってくれる？オッケーオッケー。やりましょうか。そうだね。手伝わないでここにいたら何してんだって。ライジングサンライズ。ウエストコーストに水色の雨が降る。